はい、こんにちは、トグリーです。今日もですね、日経クロストレンドさんのイベントに、スカイハイさんですね、平川さんが登壇しているアーカイブが、もうすぐ消えちゃうんですけどね、今まだ上がってるんで、ちょっとそちらを見た感想をお話ししておきたいと思います。スカイハイさんについての説明は不要だと思うんですけど、まあ、BE:FIRST とかを手掛けている BMSG の社長さんでもあり、自らもラッパーであり、アーティストである方はですね、個人的にはちょっとこの日高さんの、まあ、追っかけっていうとちょっと大げさなんですけど、この BMSG とか BE:FIRST を通じた日高さんのこの挑戦がすごい興味深くて、ずっとウォッチしてるんですけど、やっぱりね、生で話を聞けるとまたちょっと印象が強化されるので面白いなと思ってますって話なんですよね。スカイハイさんは日経クロストレンドに実はコラム連載枠があってですね、これ多分日経エンターコラム枠なのかな？もう58回とかなんですよね。だから、BMSG 立ち上げてからずっと書いてる感じなのかな？まあ、ここのコラムを見れば、平川さんが考えてることは、まあ、なんとなく理解できるんですけど、今回クロストレンドフォーラムで、まあ、経営者、日高さんに日経 BP の方がインタビューをするっていう立て付けの動画が1時間ぐらいかな。日経クロストランドフォーラムのアーカイブとして上がっていて、多分もうすぐ消えちゃうと思うんですけど、やっぱね、このビジネスの視点で質問するのあんまり見たことがなかったんですごい興味深いですね。インタビュアーもインタビューもスーツっていう、すごい硬くなりそうなのに、ところどころタメ口っぽい本音が出てくるのはすごい面白いんですけど、ちょっとね、もうアーカイブ見れないかもしれないです。見れない方に申し訳ないですけど、会員の方、もし見れたら速攻で見た方がいいです。すごい面白いです。まあ、いろいろ前からおっしゃっているポイント、その音楽業界のこのビジネスモデルに対する問題提起とかも、まあ、結構はっきりおっしゃってるんですけど、それこそザ・ファーストとかもやっぱり始めたばっかりのこと、こんなの面白いのとかって批判されたっていう話が出てきてて、面白いですよね。なんか、二重のオーディションがうまくいったから、当然そのオーディションのトレンド来てるから、まあ、やりゃうまくいくだろうみたいに、なんか視聴者の我々からすると見てた経緯もあったと思うんですけど、やっぱそのやり方が、スカイハイ流というか、独特でしたよね、あのオーディション。オーディションなのにみんなが仲良くなって合宿してるみたいなのは、やっぱりちょっと従来の多分テレビ局の方からすると、まあ、テレビ局が言ったのか音楽業界の人が言ったのか分かんないですけど、これをなんかその従来のオーディションの文脈で言うと面白くないんじゃないかっていう問題提起をされてたっていう。個人的にはだから逆に二重のオーディションよりも面白いと思ったのかなみたいなのをちょっと聞いてて思ったんですけど、なんかその過程で日高さんの今の時代におけるヒットの作り方っていうものに対する、その世界観みたいな話の質問で非常に面白かったのは、嘘がバレる時代っていうのをもう何遍も何遍も繰り返してたんですよね。なんて言ってたっけな。圧倒的に嘘がバレる時代になったっていう発言が確かあったと思います。もともと、その全てがバレる時代になってるっていうのが、もともとですね。だからネットとかスマホの普及もあって、日高さんの視点からすると、人間がコンテンツに接する時間が圧倒的に増えたんだと。その結果、全てがバレる時代になったんだと。だ従来は多分そのコンテンツに触れる時間って、まあテレビを見る時間。でもテレビも多分四六時中見るってやっぱあんまなくて、多分夜の家族団らんの時間にエンタメとして見るみたいなのが、今はスマホ一つあると、もうネットフリックスなり TikTok なりを延々見続けることができるんで、多分コンテンツの触れてる数が全然違うんだと。まあ、その結果、やっぱり全てがバレる。まあ、要は視聴者側の目が肥えて全てがバレる時代になってたんだというのが、日高さん的世界観。で、さらにそこにコロナが来たことによって、圧倒的に嘘がバレる時代になってしまった。
特にその視聴者側もコロナ以前は日常に対してファンタジー的なエンタメが求められている面もあったんだけど、コロナ禍というある意味圧倒的にファンタジーなということが現実に起きてしまった結果、エンタメに対しては本気でやっているもの、嘘がないものが求められているようになってるんじゃないかっていう考察が出てきて、これはね、ああ、そういう見方もあるんだっていうのは個人的にすごい興味深かったですね。まあ、広告業界でも最近、オーセンティシティっていうキーワードが改めて注目されるようになってますけど、なんとなくその僕の中でもその SNS によって嘘がバレやすくなってるからみたいな感じの消化の仕方をしてたんですけど、まあ、見る目も超えてるし、やっぱそのコロナ禍によってその精神的なものも変わってるんじゃないかみたいな視点はあんまりなかったんで、それは確かになっていう気がしますね。だから日本の、まあ、いわゆるアイドルグループにおいても、その、まあ、どちらかというとこう素人っぽさが求められてた時代から、今は、よりクオリティの高い人たちが、まあ、K-POP と流れとセットで求められるようになってきている印象がありますけど、平野さんの視点からこういうふうに見えるんだなっていうのはちょっと面白かったのでご紹介です。インタビュー記事上がるのかな？ちょっとアーカイブが消えちゃうのが非常に残念なんですけど、まあ、記事が出たらまたご紹介したいなと思います。ツイートやコメントでフィードバックいただけると幸いです。今日もありがとうございます。